ちょっとね、今日はね、四国から来ていただいたんで、ごめんなさいね、と確認させてもらうと、もう本当にこの股関節なんてもう全然もうぐにゃぐにゃで、ね、自分でも自覚できると思うんですけどね、はいはい、ただ、足自体はちょっともうこうすごい緊張がもう全然寝ても取れない状態なんで、一見硬く見えるっていう、はい、でも内実はちょっと奥の方でね、このぐにゃぐにゃ緩んでるし、背骨もね、こうやって触るともう全然ぐにゃぐにゃ、ね、自分でわかりますかね、はいはい、むちゃくちゃ動いちゃう感じ。で、これだと絶対歩いたり、ね、こう動くときにこれじゃ困っちゃうんで、ガチッガチッって固めて、守ってくれるみたい。その守ってるものを、皆さん、緩めようとしちゃうんで、大変なことになっちゃう。そんな感じです。はい、じゃあ、ちょっとそこからちょっと調べ、うん。で、言うとね、この今の、耳よときっていうんですけどね、耳の後ろの硬いところがもう相当こずれてるんで、でこのズレを直そうと思うけど、靭帯がネジが緩んじゃってるんで、関節を動かそうと思って直そうと思っても一瞬は揃うかもしれないけど、またねじれていっちゃうみたいな、はい、だから逆に言うとその矯正はしちゃいけないってことだ。今の状態ね、この状態だと矯正しちゃいけないんで、まずね、やることはちょっと靭帯をね締めてみたいと思います、ね、で首もちょっとグラグラだと思うんだけど、ちょっと検査するのも怖いんで、怖いぐらいなんでね、じゃあ調整してみます。はい、で今、実はもう調整をして調整は今靭帯を締めるだけのちょっと調整をしてみたんだけど、いいですか、わかります、あれ、はいはい、あ、これが関節、はい、これが関節の動きってことなんですよ。さっきはもうぐにゃぐにゃ、はい、もう全くぐにゃぐにゃで全然動かない、わかりますかね、これ、はいはい、で背骨いいですか、ほら、わかります、程よく揺れる、はい、だからカチカチはもちろんダメなんで、程よく揺れる感じ分かりますかね、はい、こんな感じ。さっきはもうグニャングニャンってこうすごい大幅に揺れちゃうみたいな、そんな感じになってて、うん、ね、このちょっとこれしっかりしていると思います。ただここのねじれはね、ちょっと別のやり方で直さないとダメなんで、そんな感じでやりますね。はい、出ますかね、今靭帯だけ締めてみた感じ、はい、なんかしっかりした感じ、はい、顔も締まった感じが今、はい、あ、そうですか、はいはい、結局頭蓋骨も肛門も全部緩んでたんで、はい、そんな感じで、なんとなく立った感じもちょっと違いますかね、自分の力入った感じ、あ、そうそう、ちょっと体が逆に重たく感じるかもしれないけど、どっしりしてくるんで、はい、これが今関節がね、こう効いた状態、ネジが締まった状態です、ね、ここからちょっとまた作り上げていきますね、はい、ありがとうございます。ちょっとちょっともう一回歩いてもらっていいですかね。はい。すみません。さっきのフラフラした感じとだいぶ違う感じが、はい。はい、なんか重心が足に、はい、しっかり、はい、足でしっかりついてる、はい、はい、そんな感じね。今膝だけちょっと直してみて、はい。でもう一回すみません、こちらで、ね、お願いします。今日来て、今一回終わった時の感想をお願いできますかね。なんかしっかり立てて、はい、芯ができた感じ、うん、そうそう、体の芯を、ね、作るために、まあ、靭帯もやっぱりネジが、ね、緩んでたら芯ができないん で靭帯締めて、ネジも締めて、そこからまたそのバランスの軸を作っていくみたいな、はい、それとあと座る時の、ね、軸もちょっと作って、まあ、今日いろんな軸がちょっと多分できてるん でこの軸はあんまり崩れないと思うんですけど、ただ今まで、緊張して使ってきたものをまた緩めていくのにちょっといろいろ問題が出てくるんですけどね、はい、で、まあ、今日、ご住所言っちゃってもいいですかね、はい、愛媛県ね、今治市から来ていただいたんですけど、まあ、僕はこれ結構今日1回でも来ていただけた価値があると思うんですけど、いかがでしょうかね、はい、すごく価値あると思いますすみません、無理やり言わさせちゃったんだけどね、いろんな治療院との違うでしょ、はい、全然前は全然力が入んなかったんですけど、うんうんうん、はい、言ってもその力だけは入んなかったんですけど、うんうん、来てなんか力が入りますか、はい、実感、実感が出てきましたか、はい、あ、そう、それ一番大事なところだと思うんですね、やっぱり入れてるつもりでね、入ってない人ってむちゃくちゃ多いんですよ、だからそれを入るためには、まあ今言った、うん、いろいろちょっと今動かしてみてください、あ、なんか平均的に左だけ力入らなかったんですけど、うんうん、両方入る感じ、あ、いいですか、はい、はい、いろんなとこ確かめて、さっきね、いろんなとこ力入らないよって言ってたのが、うん、はい、昔の感じに、あ、そうそう、まあ、そう、結局昔の感じに戻すってことなんですけどね、はい、忘れちゃってる感覚っていうかできなくなっちゃってるんですよ、でそれをもともと持ってる力を引き出すためにはまず昔の感覚に戻さないと、はい、
これも、これというか、はい、もうずっと、ずっとこっちが、はいはい、両方張ってて、ええ、何年って言ってましたけども、いやもう6年6年ぐらい、はい、ずっと、はい、もう筋肉なのかも、凝りなのかも分かんない、うん、そういうことですね、はい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 、あ、なんか筋肉がついた感じがします。うん、筋肉がついた感じがする。あ、はいはい。筋肉があの使えてる。あ、そうそう、使えてる感じっていうのは、はい。実際にはちょっと膨らむんですけどね、筋肉がね。あ、そうはいはいはい。うん、なんか前はその筋だけでなんかこう、うんうん、なんか。あ、なるほどね。うん、そうかそうか。はい、うん。でも、はい。違いますか。はい、ありがとうございます。はい、ね、もうじゃあ長年ね苦しんだものが結構、まあ基礎的なものがね今日できたと思います。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってね。